や、で、それで結果的に入ってどうでした？入で、校していただいて。はい。まず入って、もう、社長さんとお会いするたびに、もう私自身の、技術的なところはね、まあまあ、それなりに確立されてて、お客様にも喜んでいただいて、で、私のファンクラブも、それで、ね、まあ実際、美容室をちょっとやめるっていうこと、次のね、ステップに行くっていうふうになった時にはもう、土砂降りの雨の日のラストの日だったんですけどね、もう本当にみんなカッパ着て傘さして、もう花束持ってきてくれたり、手紙を持ってきてくれたりって言って、まあ、まずないんですよ、そういうことは。私の限りではね。で、まあ、その後のお付き合いもね、あったりはしますけれども、ものすごく応援して送り出してくださって、で、まあ、その中で、まず、直接人の体に触れるわけですから、で、やっぱり、心に触れていく中で、その流れの中で、今まで一人やっては、ものすごく疲れたんですよね。もう全身全霊で、もう今で言う全集中っていうんですか？そうですね。全集中でやってたので、もう目の前の一人にっていう思いでやってたから、やっぱりかなり疲れて、一回美容室の外に出て、まあ、ちょっと裏手があるんですけど、裏手で、まあ、目につかないところで、やっぱりこう、なんて言うんでしょうね。重たいものをこう抜いて、で、セットして、で、次の仕事にまた、っていうことをやってたんですね。でも、スクール通ってる間、いつの間にか忘れてたんですよね。エネルギー循環が良くなってるからね。そう、だからね、で、一日終わると、スタッフなんかがね、玲子さん最近疲れたとか、あーとかため息つかなくなったよねとかって言われた時、そうだって思って、まあ、まずそれがもうまず実感したことが、もう本当に、あれは忘れられなかったですね。やっぱりエネルギーのこう導管としての幅が広がってるから、自分の中で循環をね、上手にできるようになったんだと思うんです。だからやっぱりね、今までこう人のいろんなエネルギーというか、それを受けてしまって疲れたになって、まあ、そうなってたんだと思うので、それが上手にね、こう抜くことができるように自然となったんだと思うんですよね。そうですね。なんか、だから、そこはね、そんなになんかこう、意識して抜くぞとかね、循環するぞなんて感覚は本当にもうなくって、まあ、そこで、まあ、客観的に見れば、素直な子だったんだね、私。素直なんです。非常に玲子さんも素直なんですよ。だったのかなってね、本当に、素直に実践をされてたの、やはり。そうですね。で、もうほら、技術もね、学べるっていうことで、まあ正直ね、周りは、ね、なんでって、もう十分じゃないって、まあ人にね、もう、それこそ私に教わりたくて、夜行バスに乗ってくるようなね、人がいる中で、いや、もう学びっていうのは私ね、もう、なんか終わりはないと思ってるんですよ。その当時ね、玲子さんが入校してくださった頃って、小顔のフェイシャルのコースとかも、うち技術のコースもとりあえずはあったんですよね。それをちょっと受けてくださったりとか、もちろんそこにメンタルっていう部分はあるんですけども、そこも受けて小顔のフェイシャルのところでのやっぱり技術も受けてくださったのでね。そうですね。で、途中で、横浜港が、閉港しましてね、高崎まで通わせていただきまして、そうなんです。
ね、まだ東京がねやる前だったんですよね。そうなんですよね、うん、で横浜を閉め、まあ、高崎は並行してやってたので、でちょっと高崎に来ていただいたりとかしながらやってたんですよね。ね、うん、そんなこともあったななんて、ね、そうですね、うん。